こんにちは、ネモです。パワフルアプリやっていきます。今回は、この休園2周年記念無料10円ガチャと、その後の、天空中央高校のステップアップガチャ、いきたいと思います。いやー、ついに来ましたね、と。まず、この休園2周年記念の無料10連ガチャ、ただで10連できますと。で、お一人様1回限りで R 以上確定の10連ガチャを無料で回せますと。いやー、もう最高ですね。で、その後に休園天空中央高校のデビューガチャ回せるようになりますと。で、このデビューガチャもかなり豪華ですと。これがついに来た虹谷と、読みわかんねえな、東に雲、しののめ、ちげえか、雷と、あとは虹谷の妹ですね。で、こいつらが得意練習2つ持ちのイベキャラと、すごいことになってますね。で、天空中央高校の期間限定チャレンジも来てます。で、このステップアップガチャが初回30個、2回目40個、3回目 SR 以上確定、4回目、バナナへ SR1 枚確定の PSR 確定で、 SR 以上の確率アップが6回目以降で来てますと。とんでもないガチャになってますね、というところです。で、虹谷が得意練習変化球と球速のドクター系教員の切れ味と、ちょっと反則気味ですね。で、そうか、東雲で良かった感じですね。アイコンタクト、本塁打厳禁、肩と守備で、雷がキャッチャーでメンタル、あ、メンタルでめった打ち強いっすね。おお。で、虹谷沙莉ちゃん、かわいいが独身術精密機械で彼女候補になっていますと。いや、これめっちゃくちゃ楽しみですと。で、あとは2周年の記念キャンペーンで、吉岡、読みわかんねえな、また吉岡ちゃんの SR がプレゼントでもらえています。また今度使ってみたいと思います。でも、天空中央の早くやりたいと、サクセスもいうところです。で、新 CM の公開記念のSR 選択ガチャ券などもあるんですが、ガチャに行きましょう。まずは無料の10連ガチャですと。 SR 超えよう。これで、おっ、グググ参ろう。おっ、ピンク、これ、あれ、虹来てないけど PSR ある。来い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 、虹谷に来い、虹谷に来い。 R しか来ないんだけど、うわ、安定しなかったー。みよちゃんですね。まあ、出ただけマシですかね。はい、来ました。デビューガチャめっちゃ楽しみだな。30個で回せて、バナー内のキャラが1人 PR 以上確定ですね。誰が強いんだろうな。いや、もう初期からやってる僕としては、虹谷、とにかく虹谷が欲しい。これだってなんか、まあまあまあいいでしょう。おお、時のすべて。篠宮くん、肩と守備ってすごいな。右投げ両打ちのショート、爽やかな顔立ちと紳士的な態度で多くの女性ファンの心を掴んでいるが、本人は誰とも付き合う気がないらしいと。早急阿部飛広角守備職人、強っ。早急はどうかなっていうところは、まあ、なくもないですけど、強いな。で、ボーナスが試合経験点が30でつく感じか。強そうですね、こいつも。ちょ、とにかく天空中央のキャラ出て、全然出ねえ。お、来た、救急ボックス。妹可愛すぎだろ。野球部のマネージャー、天才投手、虹谷誠の双子の姉。あ、姉なんだ。慈愛と母性に満ちた性格だが、同時に相当なドジでもある。ドジっ子か。はい、うん、まあまあまあ、30個で回せるやつはこんなもんでしょう。ちょっとこの辺で1枚くらいは出てほしいですね。
お願いします。うん、グググ、まあ、PR 確定か。来い、もろ。まあ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 、来い来い来い、天空地方のキャラ来いって。全然出ねえんだよ。あれ完全に外しましたね。さあ SR 確定のガチャに行きました。で、この SR 確定は特にバナナ内のキャラ確定ではないので、まあ誰が出るか分かんない感じですね。複数来い。お、いいよ、来い。うわー、スキーバー、頼む頼む、天空地方のキャラ出て。はい、また出ましたね。来い来い、確率アップしてないの。お、新キャラ来ましたね。雷くんと大胆なリードと打撃でチームを引っ張るキャッチャー。荒々しくてダイナミックプレーに加え、耳の良さを生かしたテクニックも使う。チャンス、キャッチャー、送球、パワーヒー、打球のフィック。強烈に強いぞ、こいつ。しかもメンタルか。うん、精神ボーナスですね。しかも。強。うおいいよね。残念、来なかった。くそー。はい。で、バナナ内から SR 確定ですね。いや、どれが強いのか全くわかんないですけど、どれも強そうな感じしますね。行きましょう。虹、頼む、ググれ。キラン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 。もう、お、複数。おー、キャッチャーの子来ましたね。どうなんだ、強いのかな。右投げ右打ちのキャッチャー、目立ちたがりで自信家、有名な暗号家にして資産家の父を持ち、吹奏楽の指揮者を目指していたが野球にのめり込んだ。いや、こいつ強いんじゃないか。あ、45でしかも試合経験点ですね。うん、やる気はないか。っていうかところですね。強っ。いや、このコツは強いな。反転しろ。こねえ。いやー、これは来てほしかったな。はい。複数は出てるんですけどね。さあ PSR 頼む、誰か来い、誰か有能来い。有能来い、有能来い、有能来い。川口かぶった。はい、ガマ口のかぶりでした。くっそー、ガマ口のかぶりか。はい、ということで僕は雷くんが出ましたと。虹カス来なかったか。虹カスちょっと欲しいぞ普通に。で、6回目以降が SR の確率アップでどれぐらい、7倍ぐらいかという確率になってるみたいですね。で、小ガチャが、小ガチャってこいつらだけかな。うん、わからず、わからずじまいだ。うん、キャッチャーの子も強いけどな。さすがに虹カス欲しいなこれ。うん、やる気ないからな、キャッチャー。強そうですけどね、かなり。で、小ガチャが、でも小ガチャ引かないか、これ。さすがに。うん、小ガチャ引かなさそうな雰囲気あるな。SR 確率アップしてますからね。いやー、ちょっと天空地方の方引きたいぞ、マジで。はい。ということで、ガチャ終了ですね。くっそー。なんか、総じて、こう、
有能という有能は出たんですが、まあいや、やっぱ天空中央のキャラが欲しかったなというところはありますね。ミオちゃんとか、ミオちゃんじゃ条件解放やろうかな。ミオプラス3か。今ミオ突っ込むか。PSR 混ぜれるな。ハッチ、川口、猫、白菜。もうちょっといらないやついるだろう。うん、二宮とか混ぜていいんじゃないかな。鉄さんとか、あ、ちーちゃんがいますね。ちーちゃん混ぜれるな。ちーちゃんと真田とか混ぜれるな。一回できそうですね。今受け取りできないか。ちょっと待ってください。上限解放やりましょう。 PSR ので、なんかレベル上げればいいか。でレアリティで並べて、モネと、見ようちゃんと。で、おねからいきます。来い。エラーからの。よーし、おねが45になりました。これでプラス3、オッケー。で、45で試合経験点 5% ですね。これは嬉しい。この流れでミオちゃんお願いします。ミオちゃんも45になろう。いける。よーし、ということでミオちゃんも試合経験点がつきました。あと2つか。やる気効果150。ミオちゃん入れるとライチ入れられなくなるんで、ちょっと悩みはありますが、うん、これは強いぞ。うん、上限解放大成功ですね。実質 PR2 枚、3枚か、確定分入れて。川口帰ってきたな、それにしても。うん、で、まあ、こんなもんか。こんなもんでしょう。あとはなんかいたかな、上限解放やるやつ。特にいないもんな。うん、お、なんだこのタップって気になりますが、気になるな。タップするか。ガチャ券の種。あ、植えますか。植えましょう。 PN ガチャ券の種、水やりましょう。小学生の夏休みの夏休みの絵日記みたい。これで終わりかな。はい。いやー、皆さんどうでしたでしょうか。僕はこういう結果になりました。で、初回の無料の10連も SR 出ましたし、複数枚も、まあ、引いた時に出たんで、悪くはなかった方なんじゃないかなというところと、やはり天空中央のキャラがとてつもなく欲しいというところですね。ぜひぜひ皆さんの結果も教えていただければと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。またツイッターのアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。